休憩シャチを女性が男性をおんぶして登ってきました。男性の体重は80キロ、その割には足元が安定しています。二人を支えているのはオンブラックと呼ばれるおんぶ紐です。このオンブラックがこうかっちりガードしてくれてるので、大川としてはとても楽に背負えます。太ももから背中までを布ですっぽり覆うのがオンブラックの特徴です。密着することで覆う側も覆われる側も両手が自由に使えます。手や足が不自由な人でも落ちる心配がありません。開発したのは全国で唯一の介護服専門メーカー、呉市のハッピー小川です。おしゃれなよだれかけなど、これまで商品化したアイデア介護用品は50種類以上。オンブラックの開発は去年の春に始まりました。開発を任されたのは入社2年目の小笠原純子さんです。既存のおんぶ器具は使う側に優しくないと不満を持っていました。一点集中型といいますか、この鼠径部に自分の体重が一点にかかってくるようなもののタイプが多かったですね。目指したのは痛みがなく安全なおんぶ器具。ゼロからの開発は満足いくものが作れず、試作品の数は50を超えました。安全性を追求していけばいくほどですね、こうバックルの数と紐の数がもうたくさんたくさんなってですね、装着するのに時間がかかりすぎて、もうとても複雑なものになっていったんですよ。試行錯誤を重ねる小笠原さんにヒントを与えたのは、一本のロープで救助を行う消防隊の活動でした。一本の紐がこう背中、追われる人の背中を通って背負う人の肩につながり、それが追われる人の太ももを通って追う人の胸の前で止められると。そして10ヶ月かけて満足いくものが出来上がりました。このオンブラック、上下2つのバックルを止めるだけで簡単に装着できます。背負われる側の太ももで体重を支えるため、女性でも比較的楽に背負うことができます。手や足に障害を持つ人や介護をするヘルパーさんたちから引き合いが相次いでいます。背中の方が例えば手を離してこういう風になったりこうなるということを防ぐようにちゃんと作ってますので、安全ということが言えますね。休憩車地に住宅が連なり、多くの高齢者が暮らす呉市。地震や台風など災害が起きれば、障害者やお年寄りの避難が問題となります。避難方法を模索していた呉市が先月の防災訓練で参加者にオンブラックを試してもらったところ、好評でした。本日15時10分頃、自分よりも体重の重い方を担いでもですね、苦痛を与えることなく、また自分も楽にですね、救助というか、おんぶができる。締め付けさえきっちりしていれば、楽に長時間もおんぶも可能かなと思っております。4月から売り出したオンブラックは1着2万1000円。広島で生まれたアイデア介護商品は全国からの受注や問い合わせが200件を超えるなど注目を集めています。